次に青山正幸君。青山君。はい、日本維新の会、無所属の会、青山正幸でございます。本日も貴重な機会ありがとうございます。通告と少し順番を変えさせていただきます。お忙しい尾身先生おいでいただいてますので、尾身先生への、ご質問先にさせていただきます。最近たびたび申し上げてるんですけども、もうこのコロナ のパンデミックが始まって1年余を経過しております。で、ワクチンの接種も始まっておりますけれども、まだまだあと1年くらいは、諸外国の日本よりも接種が進んでいる国の状況を見てもですね、これはまだかかるんではないかと。で、先日来尾身先生にも申し上げているように、国民の、自粛疲れあるいは対策疲れを、カバーするためにはですね、こういうことはしてもいいし、こんなことはしなくていいんだよという情報もそろそろ発信すべき時期ではないかと思っております。先日文科委員会でですね、質問する機会を得たもんですから、文科省の作っておりますマニュアルはですね、結構優れたもので、あまり余分なことをしなくていいよというようなことをきちんと書いてあるわけですけれども、特に学校現場でですね、私ここすごく差が出ちゃってると思うんですね。先日 NHK でやっておりましたけれども、富山市の事例を見るとですね、学校の先生が巻き尺を持ってですね、なるべくきちんと距離も測って4メートルでしたか、距離を取っていればマスクを外していいんだよと、その卒業式の時です。で、なるべくもう卒業式の時くらいはマスクを外して、顔を親であるとかに見せてあげたいと。で、また歌とか歌う時もですね、きちんと距離測ってですね、飛沫とかが飛ばない距離でマスクを外して歌わせると、素晴らしい取り組みだなと思ったわけです。で、一方でですね、人数制限、広い体育館などがあるのにもかかわらず、親がどちらか一人しか出れないとかですね、そういうような人数制限をしているところもまだまだ多いですし、先日びっくりしたのはですね、小学校の身体測定で赤白帽を持ってこいと。で、なんだかなと思ったらですね、要はですね、その接触感染を避けるためなんでしょうか、髪の毛から接触感染ってあんまり聞いたこともないんですけども、帽子をかぶって身体測定をさせると。ちょっとそれだと身長が正確に測れないなとは思うわけですけども、そんなことまでしている例があると。ですから、こういうような対策は無意味であると。こういう合理的な性を欠くような対策はする必要がないし、本来必要なものに絞るべきであるというようなことを、できれば例示でもしていただいてですね、これやっぱり尾身先生が言っていただくと説得力がすごくあると思うし、先日も質問したときにですね、やんなければいけないのはもう3密を防ぐことなんだよと、それ以外別にあんまり必要ないんだよと、おっしゃられて、それはその通りでずっと一貫して言っておられるんですけど、その言い方だとですね、やはり知識のある、ある程度そのコロナとか感染症対策に知識のあることは通じてもですね、普通の一般の方々にはなかなかその消去法というやり方では通じないと思うんですね。ですから、具体例を挙げてこんなことまでは必要ないというような情報発信をぜひしていただきたいと思うんですけども、その点に関して尾身先生の、意見をお聞きしたいと思います。はい、よろしいですか。尾身、独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。お答えします。やっぱりもう長く続いているので、何が何でもかんでもダメということは私はもう長続きしないし、しかもこの1年でいろんなことを経験してきたわけですよね。今委員おっしゃる3密というようなことでわからないということで、実はもう我々何度も感染が起こる場面というのはもう決まってるんだということを何度も申し上げて、これは簡単に言えば3密と大声、それから5つの場面ということで、ほぼで、もう少しそれをいろんな言い方ができて、今はどんなことになると3密や5つの場面がどういう状況で起きるかというと、飲食店以外でも今起きるわけですよね。ショッピングモールだとか。で、それは何かというと3密が起こる場所なんですね。人々が普通にショッピングをしたり、普通に散歩をしたり、普通に行動しててうつる可能性は極めて低いので、で、今どんなところで起きるかというと、さっきそう言った5つの場面という言い方もできるし、今はもう少し東京なんかでこういう関係になってますから、人々がいわゆる混雑してワイワイガヤガヤ
混雑してしまうような場所とか時間を避けてくださいと、まあ、それ以外なら普通の時間帯には人が混んでないところに行って移るという可能性は、でそのことはやっぱりみんながこの感染症はどういうふうにうつるかということをもう大体分かってるんで、あとはそれを説明するっていうんで、今国の方でもいろんなことをやっていただきますけど、これはまあいろんな人がそういうことを何度も繰り返さないと、なかなか多くの人は分かって協力していただいていると思いますけど、一部の人に必ずしも協力が不十分だっていうのはこれはもうはっきり分かってるので、そういう人にも伝えるような方法っていうのはこれからも国自治体等々、まあ、我々も含めてですけど努力をすべきだと思います。青山正幸君。はい、まあ、お立場は分かるんですけれども、どうしてもその消去法的な言い方しかやはりしていただけない。端的にお聞きします。小学校の身体測定で赤白帽をかぶってやる必要があるかないか、答えをお願いします。はい、尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。それは私はないと思います。青山正幸君。はい、ありがとうございます。大変分かりやすいメッセージが発せられたと思います。次にですね、もう一つ私非常に心配しているのはですね、まあ、これもちろん私だけではなく心配されている方多いんですけれども、まあ、先日来申し上げている高齢者施設への感染防止対策大事だよと申し上げている。ただその反面ですね、この感染防止対策ということが理由でですね、面会が全然できないという、で、まあ、できたとしてもオンラインで、しかもオンラインでもですね、まあ職員の手間か何か分かりませんけれども、週に一遍しかできないとかいうことでですね、まあ、どんどんやはり認知症などが悪化しているというようなことを、まあ、私直接、まあ、メッセージなどいただいて、なんとかしてくださいという声を受けるわけですね。で、資料にご覧いただきたいと思うんですけれども、まあ、これが少し昨年のデータですけれども、施設でですね、面会頻度が著しく下がったというのが 72.1% おられると。で、面会自体ができなくなったというのが 63.9% で、それによって親御さんが大きなストレスと多少のストレスを合わせると、やはり 70% 近くの方がストレスを感じていると。これなんとか工夫してですね、この高齢者施設、これはすごい難しい課題だと思います。高齢者施設で感染が広がってしまえば一気にこの重症化あるいは死亡者が増えるというところがございますので、これ工夫必要なんですけれども、まあ、そのためにイギリスなんかは優先順位の一番がですね、医療者よりも先に高齢者施設の、入所者とその従業員にワクチンになっているわけですね。まあ、ワクチンの接種と合わせてということになるかもしれませんけれども、この辺についてもぜひ分科会から積極的なご提言いただきたいと思うんですけど、いかがでしょう。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。今ご指摘の高齢者施設での、私は感染というのは一番多くな、まあ、ウイルスのが入り込むのは職員がですね、ウイルスを、まあ、持ち込むという、これはもちろん意図してないでということですけども、したがって職員への検査というのは非常に重要だと思います。それから入居者についてもですね、私は少なくともこれから新たな入居者については、もう長くいる人は大体分かってますから、新たな入居者についてはしっかりと検査をしていただければと思います。それからすでにいる入居者についてもですね、余裕があればやった方がいいと思います。それと委員ご指摘のこの面会の話ですけど、面会者が感染を高齢者数に持ち込むということは、まあ、極めて少ない。したがってしっかりとですね、面会者については入るときには手洗いしてマスクをして、で会うときに、まあ、しかるべき距離を取ってやるという、まあ、そういう、まあ、非常に常識的なことをやっていただければ、面会を断るということはもう感染がもう燃え上がっているときは別ですけど、普段はそういう必要はなくて、うまく、まあ、そういった対策をしっかりやっていただければと思います。青山正幸君。はい、大変重要な今ご答弁いただいたと思います。これで少しほっとされる方も多いでしょうし、施設においても先生の今のアドバイスをきちんと守った上で面会をさせてみようというところが出てくるかと思います。ぜひ感染対策をきちんとやった上で、先生おっしゃる通りでですね、必要な上でやはり
高齢者の方が、残りの人生を楽しく暮らせるように、あるいは認知症が進まないように、そういうような対策が取られることを望みますし、またこの点について先生のお知恵をお借りしたいかと思います。ありがとうございます。それとですね、もう一つ尾身先生にお伺いしたいのがですね、再びやはり今日もですね、まん延防止、措置のですね、適用地域が拡大になりました。で、大阪も感染者数の増大のペースは、明らかに落ちてきているように思いますけれども、先生も先日党委員会でそのようにおっしゃっていたと思いますけれども、なかなか落ちてこない、イギリスの、イギリス株のですね、本場というと失礼ですけれども、イギリスでもやはりなかなか落ちてこなかったというのがある。でそういうのを見ているとですね、これはベースラインが間違いなくやっぱり拡大するということは今後考えていかなきゃいけないんだろうなと。感染者のベースラインですね、つまり日本も世界もですね、最初は第一波という小さな山だった、それが第二波になれば少し大きくなる、で第三波になるとぐっと大きくなると、こういうことを重ねていく。で、いつかは収束するんだろうと思いますけども、感染症ですから、だんだんベースラインが大きくなってくると。そうすると感染者数を一生懸命減らそうとしても、それはなかなか難しいところがある。敵がウイルスですから。そして、数だけで今まで大騒ぎをするところがあるわけですね。1日あたりが最高の何人になった、1200人になった、1100人を突破したと。でただその発想はもうやはりやめてですね、もう病床数との兼ね合い、医療が、逼迫するかどうか、医療を圧迫するかどうかというところにやはり主眼を置き換えていく。それはもう我々もそうですし、マスコミもぜひそうしてもらいたいと思うわけですけども、でそうなってくるとですね、私これ前から1年くらい前からずっと言ってるんですけども、やはり普段の努力で病床数を拡大していくということをしていかないと、今後も本当に緊急事態宣言とかまん延防止等の重点措置出しっぱなしなんて話に なるかもしれない。そんなことになるとですね、もう本当に日本の産業、たびたび言ってますけども、サービス業の比率非常に多いので、国民も大変だし、国もですね、本当に財政赤字の大きなものを抱えている国ですから、それはもうそのために支出するお金にも相場限りは出てくると思います。でそういったことからですね、やはりもう入院施設の拡充がもうどうしても必要だと思ってます。で日本においていろんな限界あるのも十分承知しています。民間病院の割合が多いとか、満席病院の割合が多いとかですね。ただ、都道府県を見るとですね、やっぱりデコボコが非常に多いわけですね。高知県は入院 病床数がすごく多いらしいですね。そしてかなり都道府県間に格差ある。で病床数の格差があるだけではなくて、コロナ患者の発生数もものすごく格差があるわけです。こういったことをもうちょっと連携してですね、地域で、各都道府県でもちろん入院病床数を確保するとともに、国内での連携をもうちょっとやはりしていかなきゃいけないと思うんですけども、そういったことに関してですね、これももう大変恐縮ですけども、尾身先生 そのやっぱり医学的観点から言っていただいた方が、私は広がり身がある議論になると思うんですから、これ尾身先生のご見解をお伺いしたいと思います。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。委員ご指摘の2点があったと思いますけど、一つは感染の数だけでなくて、医療供給体制の逼迫度というようなものがより重要じゃないかという意見です。私はもうそれは大賛成で、先日分科会で新たな指標とか提言を出したときにですね、これは読んでいただいたと思いますけども、結局今回のような重点措置ですね、まん延防止等重点措置なんかを発出する時期について、タイミングについてもかなり詳しく提案させていただきましたが、そのときにやっぱりこのまま今、国が厚生省が確保病床というのをつけて、その確保病床を満杯にしてしまうような感染症数がいくレベルに2週間ぐらいほどに行ったらば、そういうことが想定されたら、その2週間前に重点措置を打ってくださいというのは、まさに委員がおっしゃった
そのいわゆる感染症の数は大事なんだけど、医療の逼迫をなんとか止めたいということを、まあ、かなりはっきりと指標も出してあれしたので、ぜひ各自治体にはそういう考えでやって、で2つ目 の、 委員のご指摘 の、 医療のキャパシティを増やすといっても、全国的には必ずしもこれはもう全国が本当に大変ですけど、今委員おっしゃるように大変度には多少差があります。私は余裕がある地域があるということは決してないと思います。どこの医療機関もこれは大変な思いをしてますけど、それでも大変さには多少差があります。したがってこういう時期に本当のことを言えば、理想的にはお金がいくらでも国にあったら、したらベッドをいくらでも作っていざとたけのむにということは、だけど実際に今の日本で急に1万2万のベッドを作るということは現実的ではない。そうすると私は今求められているのは、しかもまあ幸いなことに今は感染がまあいわゆる第4波ということで言ったことが今あれ知ってますけども、実際に第4波というのが各都道府県で均一に起きているわけではなくて、全くまだ比較的おとなしい県もあるんですよね。そういう意味ではおそらく感染というのは全国一斉に均一に起きるというよりは地域ごとの差があるんです、常に。そういう意味ではやや頻迫度がより少ないところの地域からその応援にするという意味は、医師や看護師さんたちだけじゃなくて、まあ病床もこの広域の搬送というのはなかなか広域の搬送の方がより難しいと思いますけど、そういう意味でオールジャパンでの私は連携というのは当然考えて、それは当該今の大阪で言えば大阪府と周辺の地域は、だけど周辺の地域も大変ですから、むしろこれは国がリーダーシップ、大阪と連携してリーダーシップを取ってできる限りのことはできるんで、そんな無期尽蔵にはできないです。私は一定程度の追加的なキャパシティ増加はそういう連携ということでできると思います。でやるべきだと思います。青山正幸君。はい、ありがとうございます。実際にも、まあ、大阪重症者病棟が、キャパ 100% を超えていると。で、まあ、自治体の方で努力をされて近隣県と、まあ、お話し合いをされているというような報道も耳にしておりますけれども、やはりこうなってくるとですね、そしてこの第4波がもし、まあ、今言われているように日本でかなり広がってくるとなると、これはまあ大阪だけの問題ではないわけです。で、やはりそこは国が、まあ温度を取り始めなければいけないと。で、日本という国がですね、全部が溢れている状況でしたらこれはもうやむを得ないわけですけれども、そうではないのにもかかわらず、一部の地域で例えばベッドが足りない、重症者病棟が足りないがために命を落とすということは、やはりこれは国として防がなきゃいけないことだと思いますので、やはり自治体任せではなく自治体をサポートする、そして国もやはり一緒に汗をかくということがどうしても必要だと思います。尾身先生も今そういうご意見だったと思います。でこれについて今の尾身先生のお話を受けて、大臣どういうふうにお考えか、ご見解をお伺いしたいと思います。田村厚生労働大臣。まさに、まあ、アドバイザリーボードでもそういうご意見もいただきましたし、まあ、先ほど申し上げましたけど、アドバイザリーボードで、大阪府の責任者の方、まあ、これオンラインでいろんなお話もお聞かせをいただき、いろんなご要望もいただきました。今委員が言われた通りですね、国挙げてですね、今大阪をしっかりとサポートをしていきたいということで、府としっかり連携をしながら今進めている最中であります。第1波の時は東京が、ごめんなさい、第3波の時は東京が大変でございました。この時にはですね、厚生労働省、まあ、東京の場合はそのまま厚生労働省があるところなもんですから、そういう意味ではリアルに動きやすいということもございまして、厚生労働省の職員がそれこそですね、各区等々も回らさせていただきながら対応させていただいた。厳しいところに対しましては、これからも厚生労働省、国を挙げてサポートをさせていただきたいというふうに思っております。青山正幸君。はい、幸いなことにですね、日本は逼迫、あるいは重症者病床数はですね、いっぱいといってもですね、諸外国に比べればこれも圧倒的に少ない数だわけで、そのやりくりと人数も10人20人の単位で足りるはずなんですね。ですからそれはやっぱり何とかしてあげなきゃいけないし、資料丸1をご覧いただければお分かりだと思うんですけども、ドイツ、ドイツでに比べても日本のですね、新規感染者数というのはまあ圧倒的に少ないわけですね。世界中増えてて日本も同じようなカーブなんですけども、やはりこの状況で医療逼迫を起こしてはいけないと私は思いますので、ぜひよろしくお願いします。
尾身先生ありがとうございました。それとですね、時間がなくなってきましたので、これ重要なことです。私前回ですね、ワクチンを1回接種した医療従事者のうち新型コロナに感染した人数を明らかにしてくださいということで、そしたら庄林健康局長だったと思いますけども、ハーシスがあると。で、私じゃあ明らかにしてくださいと。で、厚労省に尋ねたところ、確かにそれ分かると。で、分かるけれども開示するかどうかは省を挙げて今検討中というお話だったんですが、お答えはどうでしょうか。庄林健康局長。ご指摘のとおり、前回もご答弁申し上げましたが、ハーシスでは2月の下旬ですけれど、ワクチンの接種歴とか接種年月日、それを発生の届け項目として追加をしております。したがって陽性者の中で接種している人、あるいはしていない人どのぐらいというのは集計は可能かと思いますけれど、ただその集計結果をこう解釈するときに、その人数について、ワクチン接種前に感染した方も場合によっては含まれることが予想されるので、この解釈について、特にワクチン接種とその感染の関係などについては専門家を交えた分析とか評価が重要かなと考えています。このため現在厚生労働省においては専門家も含めて分析評価方法の検討を行っているところであり、早期に公表できるように、取り組んでまいりたいと考えています。青山正幸君。はい、全く納得できない答弁です。接種前に感染した可能性、それはあるかもしれないけれども、ワクチン接種後何日でその感染陽性が出たとか、そのデータを合わせてやれば分かるわけですね。別に専門家の評価を得なくても。で、生のデータを、公表していくという姿勢が国民に対して非常に、信頼性を与えるわけで、アナフィラキシーと同じで、まずはデータをきちんと開示した上で、その後で今おっしゃったような作業をしたっていいわけで、それを出せない、昨日さんざん私やりました、それなんで出せないんですかと、その大事な情報を。なぜかというと、前にも言いましたけれども、プレプリントですけれども、論文で打った後の方が感染率が 1.5 倍くらいになるというのもあるわけですね。そうなってくると、打った後こそ1回目ですよ、あくまで1回目、2回目は大変有効率が高いというのは論文上私も承知してますけど、本当に注意しなきゃいけないんだということをやらないと逆に感染広げちゃうわけですよ。で、そこが今医療者であるとか高齢者であるとか一番リスクの高い方にやってるわけだから、そこがそういう形になったら大変困るわけですから、それをきちんと事実として出すんなら出すべきなんですよ。で、そのなるべく早期にとおっしゃってるけど、いつになるかわからない。で、私は委員長にお願いしたいんですけども、これは今質疑した内容のデータをですね、厚労省から理事会に提出されるよう理事会で測っていただきたいんですけれども。ただいまの件につきましては理事会でご国協議をいたします。青山正幸君。はい、よろしくお願いいたします。その上でですね、最後に一問、まだ時間が最後に一問できますね。ですね、先日言ったアナフィラキシーがですね、単発で終わるのか、それともその後続くのかと。で、大臣がいろいろ難しいんじゃないかとおっしゃったんですけど、非常に簡単に私提案をしたいんですけど、結局今のところ79人しかいないわけですね。で、その方にアンケート調査をすると。で、それは普通のアレルゲンとされているものは、大体代表的なものはあるわけですから、そういったもので何か出ましたかと。で、その中にちゃんとペグで、ある化粧品とかですね、で、そこは任意でいいと思うんですよ。任意でアンケート調査すると。これ皆さん特にないよと言えば、国民の皆さんもあんまりこのアナフィラキシーに対して過剰な心配をしなくていいと。ただ1回打ってアレルギーが出ちゃって、それがずっと続くでは、それはちょっといろいろ考えなきゃいけない人も出てくると思う。そういうような調査をご検討いただけないでしょうか。大臣にお伺いしたいと思います。田村厚生労働大臣。なかなか今のは相対的に見てアレルギーがどうかをなんか判断するというようなお話だったと思うんですが、そのペグ自体が前も言った通りですね、いろんなものに含まれているわけで、シャンプー化粧いろんなものに含まれています。するとその出た人は女性ならば化粧品ペグが使われているものを使っている方がたくさんおられると思いますし、シャンプー使われている方ペグに含まれているそういう方がたくさんおられますので、それ自体が本当に原因だったかどうかはそれだけではわからない
わけで、まあ、本来から言うと、まあ、ペグに対しての特異的 IG、こういうものをしっかりとですね、測定をしなきゃならないわけでありますが、この測定計がご承知のとき確定していないから、我々も、だからこの間もどうやってこれやったらいいのかなって悩んでいたところでありまして、これは今、専門家の方々にですね、どういうやり方があるのかということをお分かりをさせていただいている最中であります。青山雅之君、はい、今のご答弁は大変具体的で納得できるものでした。ぜひその方向でご検討をお願いいたします。本日はありがとうございました。障害者の嫌なよ。次に。